不動岩三男は、熊本県熊本市出身の元大相撲力士。本名は、野田光を。1924年8月6日に、熊本県熊本市で生まれるが、父親の仕事の関係から、満州国新教で過ごした。新教商業学校に進学してからは、柔道、バレーボール、野球など多くのスポーツを経験し、野球では一類一を務めていた。ある日、 引退直後だった鏡岩善四郎が夏の巡業で刑場を訪れた時に198センチメートル100キログラムの立派な体格を見出され話を聞いた父親と共に相撲場の支度部屋で鏡岩と対面すると勧誘されたので久米川部屋へ入門した1940年1月場所において初土俵を踏み1942年に 双葉山相撲道場へ移籍してからは、双葉山定地の厳しい稽古で着実に力をつけていった。1944年11月場所で新入幕を果たすと、双葉山定地の横綱土俵表入りで梅雨払いを務めるなど、取り組み以外でも活躍の場を広げていった。もともと高かった身長は入幕後に214センチメートルまで伸びるなど、 昭和以降で最長身の幕内力士となり、長身を生かしての釣り出し上手投げは豪快で強かったことから将来を期待された。特に1946年11月場所で、関脇昇進して、以降は、巨人横綱誕生も可能と言われ、東、藤士金一、千代名山、正信、鏡里清二などと一時代を築くものと思われたが、勝ち身が遅くて、下半身が弱いために、 速攻の力士に対抗できず、負傷や内臓疾患などの病の影響もあって、耐性できなかった。結局、前頭上位に降格して、以降は優勝争いに加わることはなく、座骨神経痛による重量陥落を経て、1954年1月場所を最後に現役を引退した。それでも、1945年11月場所6日目に、 安芸の海を上手投げで破ったことなどは、名勝負で知られる。安芸の海の左上手投げ、左外掛けをこらえ、右前密を取られても左で抱え込み、かつて、双葉山の連勝を止めたライバルを倒し、師匠の引退場所に花を添えた格好となった。引退後は年寄り、久米川を襲名して、勝負検査役を担当するが、 身長2 1 4センチメートルの巨体が座っては、真後ろの観客が観戦できず、苦情が出たことで、すぐに、佐治木主任へ移動となった。1961年11月場所を最後に、日本相撲協会を廃業し、郷里、熊本県で、開発会社の監査役を務めたが、わずか2年半後の1964年4月15日に、死去、39歳没。 身長2 1 4トルと、ひときわ長身で、身長差を生かした釣り出し上手投げなどが得意だった。一度に六章の酒を軽く飲み干したこともある主語で、連日大酒を飲んでいたことが要因となって、内臓疾患を引き起こしたとも言われている。倉前国技館では、土俵から房までの間隔が2 1 4トルあったが、これは不動岩の身長によって決定したものである。 土地西木清高にタスキゾリで破れたことがあるが、その時の写真は、双葉山定治が後楽園球場で横綱土俵入りを披露した時と共に何度か市場に出ることがある。ありがとうございます。